ルル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 。皆さんこんにちは、三尾柳三音です。さあ今日のゲストは吹奏楽部員の皆さんです。モノマネでもなんでもねえ。さあということで吹奏楽相談室3回目ということでですね、質問コーナーとか前回の吹奏楽相談室にあった YouTube のコメント欄にですね、相談やら質問やらがあったので答えていきたいと思います。結構時間が経っているのでもう解決しましたって方もいらっしゃるかと思いますが、僕なりの意見をねまた述べたいと思います。まず一つ目はこちらです。相談に乗ってください。僕は最近コンクール曲の練習をしてて、何のためにやってんのかなとか、これ意味あるのかなと思ってしまうんです。三音さんはそういうことはありましたか？どう乗り切ればいいですか？教えてください。正直に言いましょう、僕はないです。そもそも自分のやってることになんでこんなことやってんだろうって疑問を持つのか、先生の言われた指示にどうしてこれをこうやってやらないといけないのかなって疑問なのか、どっちかわからないんだけど自分が何やってんのかなって思うんであれば重症ですだって吹奏楽やりたいからやってるんですよね。そういう風に思うんだったらもう吹奏楽やりたくないって感じ取っちゃいますよ。吹奏楽に入った頃の自分を思い出してね、もう一回自分に聞き直すのが一番なんじゃないでしょうか。そうじゃなくて先生にこう言われてなんでこうしないといけないのかなって疑問を持つのであれば先生に聞くのが一番だと思います。 C のメロディーこう吹いてっつって、なんでこうやって吹かないといけないんだろうって思うのであればすぐ先生に聞いた方がいい。わからないまま演奏するのって一番ダメなことだと思いますよ。先生に聞きにくいなら同じパートの人に聞くのも手だと思います。 NEXT、 皆さんじゃねえや三音さん相談に乗ってください。自分の名前噛んだらもう終わりだよね三音さん相談に乗ってください。私は中2でサックスを吹いています。本題に入りますが、実はサックスパートの同級生と喧嘩をしているんです。その子は比較的おとなしめなんですけど、夏にあるコンクールが終わったら先輩は引退し自分たちが部をまとめなくてはならないですよね。でもこんな中でうまくやっていきそうにありません。パート連なんかほぼ確実にうまく進めていけませんしね。相手は別に仲直りしたいわけじゃなさそうなんです。でも自分的にはしたくなくても今後のことを考えたらどうにかしなくちゃどうにかしなくちゃいけないと思うんです。三音さんはどう思いますか？仲直りした方がいいよ。何をきっかけに喧嘩したのかがわからないですね。まあ単純に時間が解決してくれるようなこともあると思いますけれども、こうやってねまとめていかなければいけないっていう気持ちがあるのであれば、それはまあそうだね、仲良くないとね、協力してやっていかないといけない部分もきっと出てくると思うんで、相手から謝ってこないようであれば自分から行くのが一番だと思う。それが難しいから多分質問というか相談してるんだろうけど、パートをまとめたいとか部活を良くしたいって思うのであれば自分からね一歩踏み出すっていうのも大事だと思います。まあ部活内でね仲の悪い人たちってまあ少なからずはいると思うんだけれども、どんなに嫌なやつとかどんなに嫌いなやつでも同じ目標を持ってればきっといい演奏は出来上がると思います。これから二人で引っ張っていくっていう意思がねお互いにあれば、最初言ったように時間が解決してくれるようなところもあると思います。それがダメなら自分から一歩を踏み出してみてください。 NEXT、三音さんと同じ吹奏楽部です。掘るんですけど、しかし今年は高校受験です。吹部はご存知の通りコンクールが7月8月にあり、体育祭や芸術祭もあります。吹部も楽しいし引退はしたくないのですが、高校は受かりたいです。どうやって勉強と部活を両立すればいいでしょうか？どうやって両立をしたらいいかなじゃなくて、どっちとも両立をしなきゃっていう強い意志が必要だと思います。だって部活もねしっかりやって勉強もしっかりやってって両立してる人ってたくさんいると思うんですよ。なのでできないことはないと思います。あとは気持ちの問題だと思いますね。うまく両立していただきたいですね。本当に申し訳ないです。なんか他人事みたいな答えになっちゃって、僕が言えるのはそれくらいですね。あとは気持ちの問題だと思います。